はいえー、それではあの、えー、時間ですので、えー、始めたいと思います。えー、本日はあの、まあ、今年の国際ニュースの、まあ、ある意味非常に最大のイベントかと思いますけれどもアメリカ大統領選の研究会シリーズの第1回として、えー、慶応大学の中山俊宏先生をお呼びしました、えーまああの。中山先生はアメリカ政治研究の まあ、日本における第一人者でいらっしゃいますけれども、えー、去年の秋までですね、ワシントンのウイルソンセンターで研究活動をされて、で、お帰りになったということであの、最新のアメリカ事情、現地の状況などですね、踏まえて、いろいろお話をしていただけるものと考えております。えー、私ははの会役のの通信の杉田でですそ、えー、それではあの中山先生から1時間ほどお話いいただいてその後質疑を とに移りたいと思いますではあの先生お願いいたしますどうぞよろしくお願いします中山でございますあのこのトランプは強いのかなんていうふうにこのタイトルをつけましていかにもなんか競馬あの予想っぽいんですけどあの今日はあのまあ選挙の喧騒とは若干ちょっと一歩離れてですねその停留で何が起きているのかみたいなことをあのお話しできればと思いますまあただ あのまあちょうどタイミング的にこのニューハー社の予備選とピシャなんでまあ質疑応答等であのそういう話になるかもしれないですけどもあのお話私の方からのお話としては基本的にはそのアメリカ政治大統領選挙を通じて見れるアメリカその社会アメリカ政治社会の,その構造変動みたいなことについてお話しさせていただければと思います。 であのこれはあの、まあ、もうだいぶもうこう10年以上ですかねアメリカ説明するときにはもう二極文化っていうのが一つの,あの切り口になってましてで、まあ、そのかつて、まあ、これはあの左側の図は94年の,あの図ですけどもこの左のこの青い山が民主党で,で右のこの赤い山が共和党で。 でこれ見ますと94年の時点では比較的きれいにつり金状になっていて民主党と共和党でオーバーラップするところが多いんで,でこのオーバーラップのまあちょうど真ん中辺にこの政策的な軸を立ててまあ民主党は若干左にとで共和党は若干右にあの政策のポジション取りをしてそしてまあ多数派を形成していくというようなそういう戦い方。大政党制っていううのはこういう こういうこの何ていうんですかねこの分布をベースにして機能しているとまあ比較的まあ健全に動くはずなんですけどもまあその後九94年以降ですねの確実にこうやってまあ二極文化みたいな現,が現象が進んでいって今では非常にきれいにこの逆釣り金状になっているということでまあ今その真ん中にこの政策的な軸を立ててもあんまり意味がないんでまあ民主党の方はう かなり左の方に軸をそれを取って、そして自陣営を固めて、もうその真ん中を越えて相手側を取りに行くっていう発想はあんまりないわけですよね。で、共和党もまた同じようなことをやると。で、これを繰り返していくと、まあ、どん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 その真ん中があの抜けてきて、あの、あの、少なくなっていって、で、まあ、こういう状況を、そのデッドセンターって、まあ中央が死んでるみたいなことが、あの、まあ、そういうふうに言われたりもします。 ただこれは必ずしもそのトランプ大統領のせいというわけではなくて実はこの二極文化っていうのはまあ90年代から少しずつあのこの進んできたんだろうと思います。でその思い返してみますとそのクリントン大統領っていうのはまあその60年代のその洗礼を受けた大統領というふうに言われつつですね 実際このクリントン大統領のこの政策的な軸を見てみますとまあ例えば FTA を支持したりだとかそれからまあ犯罪に対しても厳しかったりですとかそれから冷戦後のアメリカの力の行使の仕方っていうのをかなり迷いながらも模索したんだろうと思うんですよね必ずしもこの退却っていうことは訴えなかったっていう。ですからそういう意味で民主党の候補の割にはあのまあで特にやっぱり70年代80年代とまあ民主党が傾化してあのまあそのホワイトハウスを取れなかったっていうような状況があるんで。 あのまあ、あの中道のポジションを打ち出してそして、まあ、この気、ま、力、あね、を埋めながら新しい民主党の形を模索していくっていうそういうこのおそらくメッセージの大統領でした。でブッシュ大、ただあのクリントン政権が終わった頃にはです、ねまあ、そのモニカ・アルインスキーの,そのスキャンダルをめぐる弾劾があったりとか。 あのまあ、いろいろそのあのこの社会文化的な亀裂っていうのが非常に深くおそらくクリントン政権が発足した時よりも終わった時の方がアメリカの二極文化っていうのは多分進んでたんだろうと思うんですよね。でまあその後を通過としてブッシュジョージ w ・ W ブッシュ大統領がまあホワイトハウスに入ってブッシュ大統領はまあその今あの振り返りますとやはりこの9・11とあのイラク戦争ということで記憶されてますけど。 当時はあのブッシュ大統領は思いやりのある保守主義っていうコンパッショネット・コンサーバティズムっていうのをこの掲げてましてでそれはその弱者にも優しい保守の形っていうのを模索しようとしたわけですよね。それまであの弱者に優しい政党っていうのはまああの民主党でありでまあそのリベラリズムでありっていうリベラルでありっていうことだったわけですけどもブッシュ大統領は保守もその弱者に優しいという形で あのまあ、政策を追求していくことが可能なんだということを訴えて、その保守派の立場から、まあ、その亀裂を修復しようとしたということが言えるんだろうと思います。ただ、あの先ほど申し上げましたとおり、あのイラク戦争が起き、あの9・11が起き、イラクに介入し、まあ、それがこの大きな分断の,この要因になっていくということで、ブッシュ大統領の場合も、政権が発足したときよりも終わったときのほうがさらに分断が深まっていたと。 でそのまさに引き通過として今度はオバマ大統領があのホワイトハウスに入るわけですがオバマ大統領の場合にはもう亀裂を修復することそのものが目的みたいな感じで,で2004年の,あの民主党全国大会であのケリー当時の,あの候補をあの支持する際に行った演説でその赤いアメリカも青いアメリカも保守のアメリカのもうリベラルのアメリカもないっていうま,あそのまさにこの亀裂を修復できると。 しななきゃいけないいけんだとうことを訴えてまあ今振り返るとよくもまあ,あんなそのナイーブなあの演説をみんな信じ込んだなと思うぐらいに非常にストレートなあの演説なんですけどもまああのちょっとあの意地悪な言い方になるかもしれないですけどもやっぱりオーバーマンのこのなんですかね生い立ち彼の,あの育ち方にいわば幻惑されてこの人だったらアメリカの,その亀裂を修復できるかもしれないっていう期待を寄せてまあオーバーマンが選ばれたわけですけども。 ご承知のとおりオバマ政権の時もあのオバマ政権が発足した時よりもおそらくオバマ政権が終わった時の方が <coughs> さらに亀裂が大きくなっているとでまあこういう状況に至るんだろうとでね<れ>でトランプ大統領の場合にはまあそもそももう亀裂をもしくは二極文化を修復しようというもうメッセージはないとであのむしろこの亀裂をまあ自分のこの政治的な力学に変換し 徹底的なこの自陣営固めに徹してまあ相手方をまあいわば敵に見立ててまあこのなんですかねこのまあツイッター等を使って潰していくとでそれをさらにこの自分のエネルギーにしていくっていうこういうその大統領なんだろうと思いますですからまあ二極文化のいわばその極限状態に出てきたある種のこの現象というふうにあのトランプ現象を捉えるべきなのかなという感じがしてます。 でそれにやっぱ連動する形でメディア空間などもまあ二極文化しさらにこの生活を支えるもろもろの価値観ですね、まあ、結婚とか中絶、えー、のあり方銃でありますとか、まあ、見るテレビ食べ物飲み物なんかも含めてまあその生活の全領域はちょっとオーバーかもしれないですけど、まあ、政治化されていきそこにこういう二極文化の雰囲気が持ち込まれていくと。 ですからまあここ数年そうですけどもまあアメリカではあの家族が一同に会するのはあの感謝祭ですけどもで感謝祭にきでその家族が集まるとまあもう数年会ってないあのおじさんとかおばさんと久しぶりに会うわけですよね。どういうその政治的なポジションを取りをしているかわからないとだから感謝祭の時にはとにかく政治の話はするなっていうのがまあ今のもう暗黙の前提になっているというくらいに。 政治がその生活空間を飲み込んで生活空間自身がまあ二極分化してしまっているという非常に今アメリカ不幸な状況にあるんだろうと思います。でこれがまあ背景ですけどもこれはあのギャラップの,あのトランプ大統領の支持率ですけどもまあこれ見て頂ければ分かりますようにあ,のある意味非常に安定してるっていえば安定してるんですね。ああのまあ アップダウンが激しかった大統領としてはあのジョージ・ HW ・ブッシュお父さんのほうの,のブッシュ大統領とつか息子のほうのブッシュ大統領、まあ、それぞれ湾岸戦争の直後イラク戦争の直後にまあ90%近くに達してでその後あの非常に低いところに落ち,落ちるわけですけれどもそれに比べるとあのトランプ大統領っていうのは支持率あのこれはちなみにあの薄い、えっと、緑の線っていうんですか、ね、下の線のほうが支持のほうですけれども あの40%前後で、あ,ある意味、低いところですけども、非常にまあ安定しているというその言い方もできるかと思います。他方で50%を一度もまあ超えてないという状況があるんですが、ただ、今見てみますと、おそらく政権が発足して以来、一番高いぐらいの数字にあるんですね。で、これはたぶん、これをご覧いただければ分かりますけども、弾劾のプロセスを通じて、 えむしろこの民主共和党の方の支持を固めていって、全体としての支持率も上がっていると、ですからまああのペロー氏下院議長は、弾劾のプロセスを始めることに非常に慎重で、ただ、次から次といろんなその案件が出てくる中、弾劾のプロセスを動かさざるを得ない、多分状況に。 あの追い込まれたんだろうと思いますけどもま、ペロシ下院議長の直感が正しかったのかな？というようなあの感じがいたします。あの、先日の一般教書演説で、あのペロシあの議長がこの演説の総行を破きましたけど、あれは多分こういう状況に対する。この苛立ちみたいなことも相当強くあったんだろうと思うんですよね。ですから、トランプ大統領はまたあの後にお話し,しますけど。 決してこの候補としてもしくは大統領としては強くはないんだろうと思いますけどもその岩盤の,その支持基盤みたいなものがありさらにこの民主党の方がまが今まさに大統領あの予備選であのどん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 そういう傾向が見えてきてますけども民主党の方がまとまりきれてないということからトランプ自身はトランプ大統領自身は必ずしも強くないんですがあのまあ現状でいうと再選の可能性はまあ十分にあるというような状況なんだろうと思います。 であのまあ、その,あの自党内の,その支持固めっていうことで言いますとこれは共和党の間での支持率とあもしくはそのあの両党の間での支持率の差ですねで開きが大きければ大きいほどその支持があの一方に偏っているという話ですけどもこれご覧いただければ分かるようにトランプ大統領の場合には、まあ、民主党の,その間での平均的な支持率が8%で。 で共和党の間での平均的な支持率が85%なんで、その差が77%ということで、歴代の大統領の中で、一番その開きが多いという形になってます。で、この,あの表といいますか、リストでこの注目していただきたいのは、アイゼンハワーとそのケネディあたりなんですけれども、アイゼンハワー、ご承知のとおり、共和党の大統領ですが、民主党の方からも49%支持を得てるんですね、半数近く。 でケネディ大統領も、まあ、民主党の大統領ですけども共和党からあの半数近く49%の支持を得てるとですからまあこの頃はまはあ、当然その選挙の時にはお互いこの戦うわけですけども、まあ、いざ大統領になればあの、まあ、あのアメリカのリーダーとして、えー、まあ支持するっていうのはそういう機運がおそらくあったんだろうと思います。まあ、それはあのその対外的にあの 共産主義っていうその敵があのはっきりと分かる敵がいたっていう部分もそのあったんだろうと思いますがこの時にやっぱりそのアメリカがその大統領を介してまあ一つにまとまるみたいなそういう政治文化がそらくあったんだろうと思いますがあのまあ少しずつそういう文化が消えていきまあトランプ大統領になってこの分裂がまあ先ほど冒頭でも申し上げたとおりまあその極限値に達しているというような状況になっているんだろうと思います。この二極文化 あのまあ、どうやって乗り越えられるんだろうということをその、まあ、いろんな人がこのあの議論しているわけですけれどもなかなかそのいい回答がなくある種の,この政治的な閉塞感がそのアメリカを覆ってるというのがあの現状なのかなという気がいたします。で、えー、とこれはですねあの政党の貴族意識の調査ですねで赤い線が共和党で、えー、青い線があの民主党と。 でこれもあのあの政党に属しているその数じゃなくてこの政党の帰属意識なんであのその党員数と比べると若干そのあの数が違うんですけどもまあでもあの面白いのは40%以上がそのいわば支持政党なしそうインディペンデントとして自分を自己認識しているとでこのインディペンデントがこの40ちょっと超えてるっていうのはこれまあ若干注釈が必要でおそらくこの40%の中の相当数が 共和党か民主党か、いずれに相当傾いてるということなんで、純粋な意味での,あのイ,ンディペンドインディペンデントというのは、こんなにはいないとは思うんですけど、ただ、少なくとも自己認識のレベルでは40、40%があの支持政党なしそうというふうに答えてるということは、あ,ある種、このアメリカの二大政党制に対する不信感というのをまあ象徴しているのかなという感じがします。それから、先ほど、トランプ大統領があの共和党、9割近くですね。 あの支持を固めてるっていうふうにこの,あのご紹介しましたけどもいわばあの26%プラスアルファの90%ぐらいなんであのその共和党をこのがっちり固めてるからといってそれだけで勝てるっていうことではないということはちょっとその認,しておく認識しておくべきなのかなという感じがいたします。これはあの その共和党の人たちが自分のことをそのイデオローギー的にどういう存在だというふうに自己認識しているかということの変化を示したグラフなんですけどもまあ当然といえば当然なんですがあの多くの人が自らのこと共和党の人は多くの人が自らのことをまあ保守派だというふうに見出しているとえー現在は73%ですねえ94年が58だったんでその激増ということではないですけどもまあ着実に 自分のことをその保守派だというふうに見なす人の数が上がっているとで、まあ、逆を言いますとこの今の共和党の中でも自分のことをリベラルだというふうに思う人が1桁でもいるということがむしろ驚きといえば驚きなんですがこれちょっと細かく見たわけではないですけどおそらくあのビジネスコンサーバティブっていいますかその規制緩和とか それからこの自由貿易っていう観点からこの共和党を支持しいわゆるその社会的な争点ですね中絶とか同性婚とか信仰の問題とかそういう問題については比較的自分はリベラルだと。だけども自分が共和党なのはその財界保守ビジネス保守としてこの規制緩和とかあの自由貿易とかを支持するっていうこういう人たちがここにいるんだろうと思うんですね。であのこの保守派こうやって58から73とまああの党 少しずつであるが増えてるんですがただまあ共和党はそのまあ例外以降ですねどんどんその保守政党のその色彩を強めてるわけですけどもおそらくこの時期にあの大きな変化が保守派内部で私はあったんだろうと思うんですねですから同じ保守っていう言葉を使っていてもその実際その指し示しているものっていうのはだいぶ違うんで。 やっぱりこの変化っていうのをきちんと認識していなければいけないのかなという感じがします。であので特にやはりトランプ時代に入ってその保守っていうのが非常に大きくその変容したんだろうと思うんですがあの保守主義っていうのはともするとこの,あの抽象度があの高いんでいわばその国民に分かる形で保守主義とはどういうもので それがあのリベラル派民主党の場合にはどちらかというとその,あの,この利益の再分配みたいなところがあるんであまり抽象的な理念にこの依存しなくてもいいんですけども保守派っていうのはその辺のこの抽象的な理念を国民に分かるような形で伝えていくいわば言論人の役割っていうのがかなり大きいんだろうと思うんですね。でここにざっと並べましたこれみんなメディアの基本的に人ですけども。 保守派のメッセージをやっぱ新聞とかテレビ等であの知識人向けではなくて国民に対して説いてきた人たちで、この人たちはおそらくその、まあ、アメリカに保守本流というのがある,んだあるとするとこの人たちがこれまで保守本流というのを示してきたんだろうと思うんですね。あのジョージ・ウィルというのはそのあの皆さんご承知かと思いますがワシントン・ポストのコラムニストで、えっと、70年代半ばぐらいなんですかね、あのワシントン、もともと大学の先生だったんですけど。 あのその言論界における保守派の劣勢にあのその懸念を抱き大学の教ポストを辞めコラムニストとしてワシントンでやっていくというでそ,れそれ以降一貫して、まあ、日曜朝の政治のトークショーとか、まあ、本も出しますしまあでもやっぱり一番有名なのはワシントン・ポストのコラムニストですよねおそらくこのアメリカ保守主義の,あのディーンみたいな役割を果たしてきて基本的な方向性羅針盤みたいな あの存在の人だったと思うんですけどもあのご承知の方もいらっしゃるかと思いますがこの人は今共和党をもう出ましたでトランプは支持できないっていうそういうその姿勢をまあ鮮明に打ち出してますあそれからこのデビッド・ブルックスってこれはまあニューヨーク・タイムズの保守派のコラムニストですけども、まあ、彼もあのナショナル・レビューっていうその保守派の雑誌の,あの若き編集長などをやりそういう意味ではあの保守アメリカ保守主義運動の,この王道を歩いてきた人ですけども あのこの人も今自分のことを保守派というい呼びませんあのモデレット穏健派という呼び方をしてますつまりまあトランプに対して相当強い違和感を持ってるとそれからまあクリストルはあの、まあ、あのいわばブッシュ時代にはネオコンというふうなくくられ方をしましたけどもあのいわばそのイラク戦争のアーキテクトの一人っていうんですかね対外、まあ、強固派でそのまあその 冷戦時代の,そのアメリカの敵に対して力を行使してそれを叩き潰していくみたいなそういうこのある種流れを象徴していた人ですがまあこのクリストルはいわば言論界のネバートランパーとして2016年の選挙では最後まで トランプに代わる誰か候補がいないかっていうことをまあ探し続けた人として有名ですそれからガーソンはこれはあのブッシュあのあの W ・ブッシュですけども時のまあいわば福音派との,あのパイプ役っていうんですかねまあ本人もあのエヴァンジェリカルなんですけどもでワシントン・ポストにも彼コラムを書いていてで依然として最近はもっぱらそのトランプ政権と福音派の関係の欺瞞みたいなことをただただひたすら告発してますけども。 あのまあ、彼もそのトランプに対して非常に強い抵抗感を持ってると。でブート・スティーブンスっていうのはそれぞれ、えー、とウォール・ストリート・ジャーナルのコラムニストで、えー、彼らもいわばあの対外強硬派ですけどもブートは今ワシントンでちなみにあの、まあ、ここでそのは説明する必要ないと思いますがウォール・ストリート・ジャーナルのこのオペエドランっていうのはあの非常にこの保守色が強いわけですけどもでまあルパード・マ,あのマードック系っていうこともあり そのまあトランプに対してかなりこの甘いその論調なわけですがまあそれにこの違和感を感じたっていうこともありブートは今ワシントン・ポストに移りスティーブンスは今ニューヨーク・タイムズに移ってるとでそれぞれこのトランプにいわばあの細々とですけども抵抗してるっていうでこうやって保守主義の言説の管理人の役割を果たしていたような言論人がみんなこのトランプに対して反響を翻しているっていうことも一つ 保守主義の内容が大きく変容していることの、まあ、兆候なんじゃないかというふうに捉えられるんだろうと思います。それから、この二段目はですね、これはみんな政治家ですよね。ジョン・マッケイン、それから、これはあのポール・ライアン、あの下議長、あの、あの前会議長ですね。ボブ・コーカー、これはテネシー州の上院議員で、上院外交委員会の委員長。で、まあ、ジェフ・フレイクというのは、アリゾナの上院議員ですけども、まあ、モルモン教徒なんですが。 あのまあその若き保守派のホープとして期待されていた人でまあサスっていうのはこれはまだあの現役の上院議員ロムニーも現役の上院議員ですがこの人たちはちょっと前ならばまさに保守本流を象徴するようなあの政治家だったんだろうと思いますところがマケインについたお聞き及びの方も多いかと思いますが一昨年のあれ8月下旬か9月上旬に亡くなり でまあ、脳腫瘍を患ってたんで、まあ、いずれその自,分もう自分が長くないっていうことを,そを認識し自分のこの葬式をいわばその式次第みたいなものを自分で考えたんですけどもあのそのメインそのスピーカーといいますかあのとして2000年にあの共和党の予備選でその熾烈な戦いを繰り広げたあのジョージ w ・ W ブッシュ大統領を呼びさらに2008年の大統領選挙本選挙で これもあの直接戦ったオバマ大統領を呼び2人にスピーチをしてもらいトランプ大統領には声をかけなかったっていうあのまあもう意識的にあ,のある種このヒューミリエートしたわけですよねトランプ大統領あの自分がその体現してきた保守うううううとは全く違う存在だということをまあその自分が死んでも内外に示したかったということなんだろうと思います。 それからまあポール・ライアンというのはこれも若き保守派のスターで2012年の副大統領候補にまでなった人ですまああのロムニーが大統領候補の時ですよねあのあの副大統領候補にまでなった人で下院議長彼はその財政保守だったんですがまあトランプ政権がやったことっていうのは財政保守とは程遠かったわけですけどまあ現職の下院議長として トランプ政権に直接この反響を翻すわけにはいかず、表面的には協力してたんですけど、2018年の中間選挙には出馬しなかったと、再選を狙わなかったということで、おそらく失意のうちにワシントンを、少なくとも下院議員のポストを辞したということなんだろうと思います。 それからまあ効,果フレイク効果の場合にはちょっとあの年をとあのもう年齢の問題もあったかと思うんですけどもやっぱそのアメリカがこれまで担ってきた国際社会で担ってきた役割をこの上院外交委員会という場で支えてきたわけですけどもそれとは相れない存在としてトランプを一貫して批判し まあそのジェフ・フレイクにしてもあのそういうトランプに対する批判的な行動をあの取り続けてきたわけですがこの2人とも2018年の選挙ではあの出馬しませんでした再選を目指しませんでしたまあフレイクはもともと再選が難しいというふうに言われてたんであのまあその部分が大きいのかもしれないですけどもそれからまあサス・ロムニーはまだ現職の,あの議員なんですがでこの2人もあのトランプ大統領に対してかなりはっきりとあの否定的な あのコメントをしてるんですがまの場合には2020年に再選の選挙があるんで若干その批判のトーンを緩めて懐に入った感があります。でロムニーの場合にはあの先日の弾劾その裁判の時に唯一この権力の乱用の,の方でその賛成票共和党員の中で唯一当時 あの言わばトランプ大統領にこの反旗を翻されたわけですけども、まあ、その後のインタビューなんか聞いてますと街を歩いてる裏切り者というふうに呼ばれたりでありますとかそれからトランプ大統領から自身からもまあツイッター上で批判されたりということでこれまでその保守主義の、えー、ある種このメインストリームを担ってきたような人たちが、まあ、ことごとくそのトランプ的な共和党もしくはトランプ的なあのその保守主義運動とののと この一線を隠しているということがあるんで、これは何かあの変わってないわけ。単にトランプが嫌いだとかそういう話ではないんだろうと思うんですね。じゃあ何が変わっているのかということをちょっと考えてみたいと思うんですけど、その前にじゃあ彼らがその代表してきたこの保守本流っていうのは何なのかということを考えてみたいと思うんですが、あのアメリカのその保守っていうのは大体この1950年代ぐらいにはっきりとこの輪郭をこの見せてくるわけですけども。 その時に言われるのはその時以来ずっと言われてきたのは保守主義っていうのはこの3つの,この重要なその争点が、まあ、柱があるんだとでこの3つの柱がバランスよく配置されているときに保守主義っていうのは力を持つというふうに呼ばれてきたんですね。ですからこの三脚保守といいます、Three、stool あの3レッグストール3つの足がついたこの椅子ですよねがそのアメリカの保守本流だというふうに呼ばれてきていてでその3つというのは あの筋肉質の国際主義なんかちょっと日本語にすると変な言葉ですけどもマスキュラーインターナショナリズムっていうまあ先ほどあの申し上げましたけどもまあ冷ン主義的なその力でもって自らにとって望ましい国際環境を作り出していきアメリカに敵対する勢力に対してこの圧力をかけていくっていうまあ冷戦時代のこのまあ封じ込め巻き返し戦略っていうようなものがそういうところから出てきました。おそらくまあ大テロ戦争の遂行とか そういう話になってくるんだろうと思いますし、まあ対中対等する中国との関係でもこの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 辺の筋肉質の国際主義ってのはまだワシントンの専門家の間にはまあ見られるとは思うんですけれども、開くそのグラスルーツにこういうマスキュラーなインターナショナリズムってのが今浸透しているかというと、若干それが怪しくなってきてるっていうような状況があるんだろうと思います。それからこのもうこの二つ目の柱っていうのがこの小さな政府ですね。で、この小さな政府っていうのもおそらく二種類ぐらいあって、あの一つは あのまあ先ほど申し上げたような規制緩和とか自由貿易とかこの経済政策の延長線上にこのできるようなそういう意味での小さな保守ともう一つはもっとそのあの文化社会的なその意味での小さな保守でそれはやっぱりアメリカ社会に一貫してある徹底したこの中央とか連邦政府に対する不信感で必ずしもその経済政策とかじゃないんですよね。ですから彼らも減税ってことは訴えるんですけどもその減税っていうのは。 あの政府を小さくするための手段に過ぎないっていうあのこのスターオブ・ザ・ビースト議論っていうのがあるんですけども要は,要は猛獣を植えさせろって話ですねでこの場合の猛獣っていうのは連邦政府で,でその猛獣を小さくするにはもう減税すればいいんだとでそういう意味での減税政策っていうのはこれはもう経済政策ではなくてもう完全に連邦政府中央政府に対する不信感っていう。 でそういうこの小さな政府論というのがあってこれはですから必ずしもビジネス保守なんかと、まあ、政策的には一致する場合があるんですけどもその寄って立つ基盤みたいなものがあの全然違うんだろうと思います。まあ、多分ティーパーティー運動ななんんんかかがみたたいいとところろら出てきううう側面があるんだろうと思うんですねでこういうその小さな政府っていうのが2本目の柱としてありで3本目の柱としてはやっぱり伝統的な価値観ですね。良き あのキリスト者としてまあ生きるみたいなことがまあストレートにはそれは言わなくてもそういうこのメッセージが内包されているようなでその延長線上にまあ同性婚に対するこの不信感とかそれから中絶はこの認めないとまああのペンス大統領なんか多分その辺から来た人ですけども彼,の彼,の彼は本当に原理的な中絶反対論者で。 あのまあその母親のそのにこの危険が及ばない限りはあの中絶はほぼ認めないっていうような流れから出てきてるまあ,あ,のあのレイプとか近親相姦とかでもその生まれてくる子供に罪はないんで中絶すべきではないっていうそういう立場の人ですけどもまあこういうその,あの3つの柱がこの保守主義を支えてきたわけですよね。ところがそのトランプ時代に入って でそのトランプ的なるものとこの3本の柱っていうのをこの組み合わせていきますとあのトランプ大統領はあのマスキュラーなインターナショナリズムっていうのは私はあの程遠い存在なのかなとむしろ彼の最近のこの外交演説を聞きますとこの「フォーエバー・ウォー」とか「パーペチュアル・ウォー」とか「エンドレス・ウォー」とかなんかそのベトナム戦争の時に飛び交ったような言葉が普通に出てくるんですね。 つまりあの21世紀に入ってアメリカはすぐにこの介入を始めてそれ以来ずる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 とこの介入を続けているとそれがこのアメリカのその国益にとってどういう意味があるのかっていうのはよくわからないとしかもあの他の国をこの助けるような形でしかも足元を見られてアメリカだけはコストを支払ってこの介入させられているっていうそういう感じで同盟等のコミットメントも 比較的コストとして見てる,見るそういうういい傾向っていうんですかねですからまあ時として確かにこのシリアに対してこのトマホークを打ち込んだりこの前の革命防衛隊のクッズ,ーーのクッズ部隊のソレイマに司令官を殺害したりとか時として強い行動を取るように見えることもあるんですがそしたら直感的にはあのトランプ大統領っていうのは。 あのかなりその原理的な非介入主義者なのかなという感じがしているんでアメリカが外に出ていってこの自由で開かれた国際秩序を支えるっていうそういう発想はあの限りなく希薄な大統領なんだというふうに思います。ですから筋肉,質の筋肉質の国際主義っていうのはこのトランプ的なあの保守主義の中ではあまりその何て言うんですかねこの重要な意味を持ってこないということが言えるんだろうと思います。 それからこの小さな政府っていうことに関してもまあその政策の局面、局面では規制緩和をしたりですとかあるんですけどもただ、一方でそのトランプ大統領まあ先日の一般教書でもあのそういうことを言ってましたけどもあなたたちのまあ支持者に向かってあなたたちの社会保障には手をつけさせないみたいなことをまあ平気で言うわけですよね。 それからその財政保守小さな政府っていう時にやっぱり財政均衡っていうのが非常に重要なアジェンダで先ほどその触れたポール・ライアンなんかにとってはその財政均衡っていうのは非常に重要なこのイシュだったわけですけどもまあそういうものにはほぼ関心がないとむしろこのばらまきに近いようなことをやってるっていうことから小さな政府っていうこのいわばレトリックを捨て去ってるっていうことではないですけども。 いわゆるそのポン・ライアンが辞めたことにも象徴されているように小さなな政府派ととといいいううにはまあとてもくくれないんだろうと思いますそれからこの伝統的な価値観ということでこれ若干ちょっとあの複雑であのまあ先ほどあのこのガーソンがあのこれがブッシュ時代に福音派との,このパイプ役を担っていてで今の福音派とトランプ政権との関係を欺瞞に満ちているといってまあ告発し続けているわけですけども。 実はその福音派の,えとそのトランプに対する支持っては非常に強いんですねブッシュに対する時よりも強いとただおそらく福音派自身がトランプのことを良きキリスト者だとは多分思ってないんですよねただ良きキリスト者ではなくてもキリストのその価値観もしくはの中でこの重要な争点を実現させあのしている人という形で支持していて。 この大統領自身に良きキリスト者であるということをほとんど求めないっていう点が新しいっていう点だこととあともう一つはこの伝統的な価値観っていうときにこのキリスト教云々とは若干別のこの次元でアメリカのこの従来の,この生活様式を外の侵入者から守るっていうそういう意味での伝統的な価値観っていうんでしょうか。 ですから同じ伝統的な価値観でも意味内容がかなりシフトしていってるんだろうと思うんですよねそもそも良きキリスト者である必要はないっていうことでまあこれはあのどこまで影響力のあるこの議論なのかちょっとわからないですが旧約聖書にどうも私もちょっと聖書のあれではないんであんまり踏み込むとちょっと危ないかもしれないですけどキュロソウっていう人がいてでこの人はあの良き信仰者では全くないんですが神の意思を次々と実現していくんですね世俗的な権力を使って。 でこの今のの今福音派ととトランプ大統領との関係はそれに似ていいるうを言う人いますつまりもうそもそも良きキリスト者であるってことは期待しないただこの中絶の問題それから最高裁の判事の指名等の問題でそれから、まあ、あのイスラエルの首都の移転なんかもあの首都っていいますかの大使館の移転の問題なんかもそうですけどもとにかくそのキリスト教もしくは福音派の意向に応えてるっていうそれとアメリカの生活様式が外からの異物の侵入によって え、脅かされるっていう状況をもう物理的に食い止めるっていう意味での伝統的な価値の擁護者という風に位置づけられてるとで、ただこのそのトランプ時代に入ってのその保守の変動で、私はもはやその今の保守主義運動っていうのは保守っていうよりから反動っていう風うにそのくくった方がいいんじゃないかっていう感じもしてるんですね。つまり保守っていうのはある意味。あのやっぱその近代的な現象で。 あの変化するっていうことを前提にする中その変化に対していかにノーといいもしくはその変化のスピードをこの緩くしたりとか変化を前提にしているのも私は近代の保守主義運動なんだと思うんですけども今の,そのアメリカを見てますともう変化することそのものを忌避するようなでそういう意味ではもうその反動というその現象に近くなってるんじゃないかというような気があのしています。多分そののの予兆っていうのは2008年のペイリン 2008年でこれは皮肉なことにあのトランプに対して、ま、あのこの反旗を翻したマケインがそういうものをアメリカの,この政治のメインストリームにこの引きずり出してしまったっていうあの副大統領候補としてペンリーを任命したわけですから、まあ、その皮肉は若干あるっていうことがありますしそれからティーパーティー運動もおそらくトランプ的なるものが勢いづくようなそういうこの。 あの舞台を用意ししたのかなという感じがしますで私ティーパーティー運動が出てきたときにこれはある種これまでの,そのアメリカの保守主義運動が大きく変わる兆候なのかなという感じがしたんですけどもそれはどういうことかといいますと先ほどあのアメリカの保守っていうのは50年代にまあ発生したというふうにまああの何んですかねこの生まれたというふうに申し上げましたけど50年代っていうのは実はあのマッカーシズム等があってこの保守的なるもの反動的なるものっていうのはもう悪いものなんだ危険なものなんだっていう。 イメージが非常に強かったわけですよねですから保守主義運動が台頭していくにあたってそういうこの負の部分をフィルターにかけてこのそぎ落としていくっていうのが保守主義が台頭してていくににあたって非常に重要なあの要な素でしたですからあのここの言論人とかあのシンクタンクとかいろんな保守的な組織が保守ならざるもの危険なものっていうのをそぎ落とすことによって保守のブランドを上げてきたんですよね。 ところが2000年代後半2010年代前半になってソーシャルメディアが情報空間のあり方を大きく変えそういうこの言論人とか保守派の組織のこのフィルタリング効果っていうのが落ちグラスルーツにある危険な思想みたいなものがそのままストレートにワシントン政治にもしくは政治に政治空間に入り込んでいくるそれがこの反オバマの動きと連動して これまでだったら表に出てこなかったようなある種このネガティブな感情に突き動かされて雪だだるま的に大きくななっっていったのが私はティーパーティー運動なんんろううと思うんですですからそういう意味でこのある種このペイリンが最初のこの一撃で出てきてでその後このティーパーティーみたいなものがこの舞台をこの作ってそしてトランプが出てきたっていうのはある種誰がシナリオを描いたわけでもないんですけども偶然ではないようなある種の,この一貫した動きがあるというふうに考えられるんだろうと思います。 でそういうい中でじゃあ今の保守ってじゃあ実際何を訴え,た訴えてるんだろうかというその話になっていくわけですが最近そのワシントンで面白い動きがありましてあの国民保守っていう動きがあるんですねナショナルコンサーバティズムっていう動きなんですが彼らはどういうことを、まあ、まだ新しい動きなんであのこれこそがナショナルコンサーバティズムだっていう定義はないんですけども私が非常にこの印象を受けたのはアメリカは理念じゃない。 ということをかなりりはっきり言うんですねあのその中象度の高い例えばそのあのジョン・ロック的なリベラリズムとかそういうものの上にそのアメリカっていうのは成り立ってるわけではなくてやっぱりこの確固たるこのアメリカの,この生活様式そういうものの上にアメリカは成り立っているわけであってそれが変化していくことっていうのをこのままあの許していくべきではないっていう、まあ、その変化を批判するようなそういうこの 発想があるとでまあアメリカはその理念ではないっていうのはある種非常にこの挑発的な言葉でこれはアメリカっていう国の形そのものを変えようとするような多分発想なんだろうと思いますけどまあこれもあのその改めて繰り返す必要はありませんがアメリカっていうのはその移民国家で絶えずこの新しい人が外から入ってくるんである特定のその言語とか宗教とか文化,文化にそのいわば国家の基盤を この根拠付けると新しく入ってきた人た人ちがまあ同化できないわけですよねですからこのいわば抽象的なこの理念を国の,このコアに置いておくことによってまあ仮にこの89歳になって初めてアメリカに来たとしてもその理念を内面化しさえすればあなたはアメリカで生まれ育った人と同様同じアメリカ人なんだっていうそういう作りの国だったわけですよね。ですからそういう意味においてこのアメリカは理念の国家だっていうのは。 ある種、の他の国におけるなんか水道とかガスとかみたいな、これ、インフラなわけですね、国家として。でも、この国民保守っていうのは、いやいや、そうじゃないんだと、アメリカっていうのは理念じゃないんだと、このアメリカという物理的な空間に根ざした物理的な生活にあのこのあのこの関連づけられる、そういうその存在であって。 もはや抽象的な理念を掲げて世界から誰も彼もその中にこのウェルカムするっていうそういう国ではないんだっていうことをかなりはっきり言います。それからもう一つあるのはそういうこのアメリカ像を作り上げてきたアメリカのこのエリートに対する反逆っていうのもまあかなりはっきりとあるというようなことが言えるかと思います。ですからそのトランプ時代に入ってあのアメリカの保守っていうのがおそらく大きく変容し。 あのこれを見ますと一貫してこの保守はまあ一貫してと言いますか少しずつ党内で保守派が足場を固めているというふうにも見えますしそれはそれで間違いではないんですけれどもこの辺に非常に大きな変化があってここでいう保守とここでいう保守とはかなりあのその対応が違うというふうに見るべきなんだろうと思います。次にに民民主主党党のの方方を見ていいいきたいと思いますが民主党の方これあのやはり90年代半ばには あの実は保守とリベラルだいいう,ふうにすす人が大体あの同数ぐらいなんですねでこれはこれでまあ理由があっておそらくあのまあブッシュこれはブッシュのお父さんですけどブッシュのお父さんとその彼の戦隊が非常にこの効果的にリベラルっていう言葉を事実上ハイジャックしてあの左翼っていう言葉とほぼ同義にしてしまいこの自分のことをこのリベラルというふうにこの語る言葉が非常にしにくくなったと。 あのですからこの,とこの時代はリベラルが自分のことをプログレッシブって呼んだりだとか他の呼び方で自分のことをそのアイデンティファイしようとするわけですよね。まあ、ところがおそらくこの時期ぐらいにこの大きな変動があってでこれはブッシュの,このイラク戦争に対する不信感が高まりいわばそのリベラル派。 反戦派が党内で勢いづいていく時期なわけですけどもまあそれをこの象徴したのがハワード・ディーンっていう2004年のまあ予備選のかなり早い段階ですぐ失速して消え去ってしまいましたがまあ当時まだソーシャルメディアなんていう言葉はありませんでしたけどもまあそれに近いものを使ってグラスルーツの支持を動員してまあこの自分のことをその民主党の中の誇り高き民主派だということでリベラルっていう立場を復権させた人なんだろうと。 いううこととが言えると思うんですねでその後あの、まあこうやって、えーまあ、自分のことをリベラルだというふうに規定する人の割合がかなりはっきりと増えていくというような現象が見られます。まあ、共和党の,あ,の、えっと、あれは70でしたか、えっと、70ほど高くはないですけどもあの民主党の中でもあの半数を超える人が自分のことをリベラルというふうに規定しています。ちなみに、えっと、2000年代、えっと、上旬ですね確か2002年ぐらいだったと思いますけども 保守派のシンクタンクに対抗するシンクタンクを作らなきゃいけない保守派はヘリテージ財団とかいくつか有名なあのいわばな切り込み隊長的なこういうシンクタンクがあるんで民主党もそれが必要だっていうことでセンターフォーアメリカンプログレスっていうあのシンクタンクができるんですがあのまさにプログレスっていう言葉を当時は使わざるを得なかったんだと思うんですねセンターフォーアメリカンリベラリズムなんてはとてもじゃないけど言えなかったと。ですけども今はだいぶ雰囲気が変わってきてあのリベラルっていうことをあの正面切って使えるような そういうういいこの言説空がが多分今は出来上がってるんだろうと思いますでさらに言えばそれよりももう一歩進んで、まあ、こういう数字がありますでこれは社会主義って言葉についてどういうイメージを持ってるかってこれはえっとこと去年の春ぐらいの数字ですけども社会主義っていうその言葉のイメージに関する調査をすると民主党の間では65%が「いやいやいいじゃないかと」とこの「somewhat positive」と「very positive」に答える人が65%いるんですね。 で資本主義が55%なんでまあその共和えとえと資本主義っていう言葉よりも社会主義っていう言葉の方が民主党の中ではこのイメージが高いということがこうやってはっきり見えてくるでこれまあこれ当然といえば当然ですけどもサンダーズその陣営の中でこれは顕著でえこれはつい最近えとこの1月の下旬に出た数字ですけども あの社会主義に対するまあこの見方ということでいうと60サンダースシーシの60%が社会主義っていう言葉に対してポジティブな印象を持ちえーこれはまあ10%強ぐらいですかねがこの資本主義っていう言葉に対してこのポジティブな印象を持つということでまあ明らかに社会主義っていう方に傾斜しているとまあここでいう社会主義っていうのは何なのかということについてはおそらくあのパリ協定に復活するとか。 それからあのまああの若干そのあの富裕層に対する税金をあの高めるとかそういう話でこの純粋な意味での社会主義ではないんだろうと思います。ですからまあこの観点から言うともしかすると日本なんかは社会主義だっていう話になるのかもしれないんですけどもあのですからただその辺の,その厳密なこの社会主義とは何ぞやということは置いておいてこれまで社会主義者だというふうにこのレッテルを貼られただけでアメリカ政治は非常に厳しかったのが今やそのある種の この層の中では社会主義というのはこのポジティブなイメージを喚起する言葉になっているとでこれなどういうことなのかなというふうに考えますとおそらく今の政治に対する不信感が特に若い人たちの間ではその非常にこの高くなっていてその今まで自分たちが見たこともないようなそういうこの政治の在り方をこのこの言んですかね阻拒する時のトリガーとして。 多分社会主義というう言葉が使われてるんだろうなと逆に今までネガティブな印象でこの塗り固められていたからこそそして退けられていたからこそ今の政治の現状という観点から言うと汚れていなくてその,まあその手垢のついていない社会主義がまあトリガーになってありうべき新しい政治のあり方というものをこの想起させるようなトリガーに少なくとも若い世代の間ではなってるのかなというような感じがいたします。 じゃ,あそのじゃあアメリカにおける社会主義って実際のところどうだったんだろうということをちょっと考えてみたいんですがまあその一般的にはアメリカには社会主義はないっていうふうに言われるかと思うんですね。でここに有名な本があってこれはゾンバルトっていうドイツの社会学者これはあの英語の翻訳ですけどもウェーバーなんかと同じ世代の社会学者ですがウェルナー・ゾンバルトという社会,社社会学者がいて彼が20世紀初頭に、まあ、なぜアメリカに社会主義はないかっていうそういうこの あの議論を展開してそれ、ね、彼はそのアメリカにおける社会主義っていうのはローーストビーフととアップルパイの前に頓挫したと、まあ、どういうことかというと豊かさの前にとんざしこの体制としての豊かさがあるような国ではやっぱりこの社会的上昇の期待感というものが常にありそういう国においては社会主義は定着しないんだっていうそういう議論を展開したわけですね。そそれは確かにそうなんでですけども一方で この19世紀から20世紀のこのかあの変わり目のこのアメリカにおける労働運動っていうのを見てますと、非常にこの戦闘的で激しいんですよね。で、この決してこの社会のこのマージンで起こっていることではなくて、やっぱりそのアメリカ社会のかなり。このあの中枢でやっぱりこの激しい。この戦闘的な労働運動っていうのがまあ繰り広げられていたと。 でさらにこのゾンバルトなんですけども確かに今アメリカにおけるその社会主義っていうのは可能性がないけども体制としての豊かさが揺らいだ時にはその限りではないっていうことも言ってるんですよね。ですからこの両者を組み合わせると実はやっぱりこのアメリカにもその社会主義的な伝統があるっていうような議論を組み立てることも可能で,でそれは特にやっぱりそのアメリカのサハの人たちがよく言うんですけども実はそのアメリカには 他の国ででああったら社会主義と形容されるであろうようよな理念とか考え方があの建国のの理念の中にあるとだから社会主義っていう言葉を使わずに実は社会主義的なもろもろの政策っていうのが追求されてきたんだっていうことを言う人もいます、まあ、ニューディール官僚なんかもそうですし、まあ、戦後のニューレフトなんかもそういうところはあるかもしれません。 でまあただ、冷戦期間中そのいわばあの東側陣営の,この,何ですかこの体制イデオロギーがまあ共産主義、社会主義だったんでなんとなくそういうこのアメリカにおける社会主義的なるもの社会主義とは言わないですが社会主義的なるものの伝統っていうのが多分、冷戦期間中封印されてでさらにマッカシズムみたいなものが非常に強くなりアメリカは反響なんだと。 赤狩りなんだということでそういう伝統っていうのは多分長らく忘れ去られてたんだろうと思うんですね。ところが今の若い世代っていうのはおそらくその新しいその問題群に直面していてでそれがあの今の,あの政治の中では解決できないと。でちょっとあの話が前後してしまいますけどそのえっと19世紀から20世紀の変わり目のアメリカのその戦闘的な労働運動っていうのは あのやっぱヨーロッパの労働運動と決定的に違ったのはマルクス主義的なな社会運動でではなかったんですよねある種このソーシャルジャスティスの感覚に根ざした参政権とか労働時間の短縮とかあのその児童労働の禁止とかそのある種のこのソーシャルジャスティスに根ざしたえまあ社会運動であってマルクス主義的なそういう体制転換の 戦闘的な社会主義運動ではなかったっていうのが一つの多分特徴なんだろうと思いますけれども今の若い世代っていうのは例えばその気候変動をめぐるまあ今あのエンバイオメンタルジャスティスなんて言葉もありますしそれから格差の問題とビッグビジネスに対する不信感みたいな問題それから新たなジェンダーをめぐるソーシャルジャスティスの問題等々がこの積み重なっていきこのソーシャルジャスティスに対する感覚っていうのが 前の世代よりりもかなな鋭敏になってるるいいううこととが言えるんだろうと思いますでただこのままあの通常のルーティーンの,この政治行為をしていたんでは何ら解決をもたらさないっていう閉塞感でそこで多分社会主義っていうことをその訴えるまあサンダーズであるとかお菓子をコルテスであるとかそういうものにこの引きつけられたんだろうと思うんですね。 でそう考えると実はその社会主義っていう言葉が受け入れられ,るれ,られてるっていうのはサンダースとかオカシオ・コルテスが出てきたからというよりもある種こういう問題状況があってでその問題状況の中でこのサンダースとかオカシオ・コルテスみたいな人が出てきたというふうにその考,えて考えた方がいいんじゃないのかと。つまりあのアメリカ史の中でこの埋もれていた社会主義と形容してもおかしくないような。 そのの社会主義っていうのは先ほど申し上げたな厳密なイデオロギー的な意味での社会主義ではないですけどもそういうものをもう一度埋もれていた主脈を新しい問題群に直面する中もう一回この再発掘してるんだというような現状が今あるんだろうと思います。じゃあこういうそのまあえっと左右のイデオロギー的なこの座標軸の左右の両端で一方は保守からその反動への,この移行みたいなものがあり まあそ,のそれはまあ国民保守というふうに名付けてもいいですけどもそれからそのタオではこの社会主義に対するこの許容度の高まりみたいなこういうそのイデオロギー的なあ,のある種の地殻変動っていうのが両端で起きているわけですけどもそれが単に両端にとどまらずに少なくともこの右の方ではそれがホワイトハウスを生み出す原動力になっていますし民主党の方でも少なくとも今瞬間風速的に見ればおそらくバーニー・サンダーズが トップを走ってるってててるいいいうふうに形容しても間違いないと思うんですよねちなみに、えー、とこれが昨日のサンダーズキャンペーンの,あの様子ですけど7,0007,000まあこれあの本人たち発表のね若干数字が怪しいですけども7500人が集まってここにあのお菓子を凝るって人もいますけどもう社会運動的な熱気を放ってるわけですよね。ですから単にその両端で起きてるっていう話ではなくて。 やっぱりそのアメリカ社会がこの大きく変動していることの一つの,その兆候のようにも見えるとじゃあこういうそのイデオロギー的な地殻変動がその外交的にはこのどういうこの意味を持ってくるんだろうかということを考えるとこれは結構そのこれまで我々が所要のものとしてきたこのアメリカの役割っていうのをまあ場合によってはあのまあ短期的ではないのかもしれないですけども場合によっては 見直していいいかななきゃいけない少なくとも考えていかなきゃいけないそういうこの問題状況を突きつけてるのかなという感じがしますで国民保守の場合あのこれはもうアメリカの生活を守るということでしかもこれは外に出ていって守るんじゃないんですよねで先ほどアメリカは理,理念じゃないんだっていうことを国民保守っていうのはあの主張してるっていうふうに言いましたけども今までのアメリカの国際主義っていうのはある種アメリカは理念国家だっていうことに私は意気をしてたと思うんですね。 で若干その乱暴な議論かもしれないですけどもアメリカのニュース世紀に入ってからのこの世界との関わり方を見ていきますと世界を自分の姿に作り変えてアメリカにとっての脅威を減らしていくっていうそういう発想で臨んでいったんだろうと思います。あ,の、まあ、ある意味ちょっと自虐的かもしれないですけど日本なんかその極みなのかもしれないですしアメリカの対テロ戦争ですね特にブッシュ,戦ブッシュの時戦争を見てのきの このイラクにジェファソニアン的なデモクラシーをなんていうのはまさにイラクを自分たちのように作り変えてそして危険じゃないものにしていくっていうすごい発想なわけですよねでもなんでそういう発想ができたかっていうと自分たちはやっぱり理念に依拠していてその理念は誰でも受け入れられる普遍的なものなんだっていうそこからこのある種アメリカの積極的な国際主義っていうのが出てきたと思うんですね。ただもううアメリカは理念じゃないいっていうふうにこの定義すると 世界を自分たちの姿に似せて作り変えることはできないですから世界に出ていってそこにコミットしてアメリカに似せてその地域情勢を作り変えるんではなくてむしろ自分の国の国中にに異物が入っていることを徹底的に防ぐっていうで具体的な脅威があればそれは叩き潰すに行くかもしれないですけども常駐してそこにとどまり続けてっていうそういうことはを続けるっていうこの胆力みたいなものが多分どん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 低下していくんだろうと思います。 でま、さに私はブッシュ大統領あとトランプ大統領にそういう傾向を見て取ることができるんだろうと思いますじゃあ民主党左派の場合どうかっていいますと民主党の左派の場合は、まあ、この国民保守とは違うんですけどもでも外に出ていくっていうことはおそらくあまりしないでそれはやっぱりアメリカ国内の問題にに関心が非常に強いわけですよねそれは格差の問題であり教育の問題であり世界に出ていってで リベラル派アメリカが世界に出ていくことはすなわち世界にとって悪いことだっていうふうにこの思いがちな人たちなわけですけどもだったら国内のことにフォーカスするっていう。でそういうふうに考えますと実はトランプ的なるものとおそらくサンダーズが体現しているようなものっていうのはそれをこの動機づける根拠っていうのはだいぶ違っても何か,向,か向いている方向っていうのはかなり共通性があるのかなという感じがします。 ですからその意味においてアメリカでは今ある種のこの控えちょっと孤立主義っていう言葉私あてなんですかニュアンスが強すぎるんであんまりあの好きじゃないで特にそのなんかワシントンなんかでこの政策対話をしてて孤立主義なんて言葉を出すと「いやいやそんなわけゃない」って一気にこの,あの押し返されるんで孤立主義っていう言葉はまあ19世紀的な言葉ですし。 あのもうその現実として今世界はつながってしまっていますから本格的にアメリカが前の中に閉じこもって孤立することっていうのは不可能だと思うんですけども出ていくか出ていくべきじゃないかアメリカが大きな役割を果たすべきか果たすべきじゃないかっていう局面においては比較的消極的な判断をする傾向が強まっていくだろうっていう意味での非介入主義の機運っていうのは私はこれから高まる可能性が非常に高いというふうに考えてます。 でまあ、あのたまたまなんですけどもあのフォーニアンフェアズの最新号があの数日前にこの出てでその,あの特集のタイトルが「このああのあのアメリカカムホームーですよねあのもう対外介にやめて戻ってきなさい」まあクエスチョンマークはついてるんですけどそれには。であの面白いその動きがワシントンであって実は去年の12月にこのクイーンシートあの あその歴史家に言わせるとこれ「クインシー」っていうのは間違いで当時は「クイン・ゼーというふうに発音してたんだというふうにうで、まあちょっと私もどういう人の前で話すかって言若干使い分けてるんですけども、まあ、ワシントンではみんな「クインシー」「クインシー」って言ってますけども、まあ、正確にはでもどう,もク,イジうののクインシー」っていうんですがこの「クインシー」研究所っていうのが、えっと、去年の12月に設置されたんですね。で何をその主張してるかっていうとまさにこの非介入主義。で彼らがそのよく使うそのあの比喩っていうのは、まあ、アメリカっていうのは非常にこの大きなハンマーを持ってる。 でもハンマーを持ってるからといって必ずそのハンマーを振り下ろして使わなきゃいけないということではないんだとそれを使わないという選択肢もあるはずなんだとだけどあアメリカの,その外交安全保障エスタブリッシュメントはまあ右と左でそれぞれ別の使い方を主張するけども使わなきゃいけないということを前提にしているとでも使わないっていう発想もあるべきだっていう意味での非介入主義をワシントンに定着させるために設立されたシンクタンクなんです。ただ ちょっと過剰反応は危険でまだ弱小シンクタンクであの一般によく知られているこの戦略国際問題研究所とか外交問題評議会なんかに比べるともう全然小規模でそういう意味においてはこの政策的なこの力っていうのはそんなに大きくはないですけども面白いのがこのクインシー研究あのクインシー研究所をその設立するにあたってその当然シードマネー資金が必要なわけですけども誰がその資金を提供したかということを見るとコーク財団ですね。 ティーパーティー運動を支えたコーク財団とそれからまあこれがいわばサンダースとトランプの不豪っていう現象とまさに不豪するわけですよね。なんで日本からしてみるとやっぱり一番怖いのはトランプが何やるかわからないとかサンダースになったら同盟どうしようっていうそういうもちろん個別の局面での心配っていうのがあるんですが。 より怖いのはやっぱりそのイデオロギー的な座標軸の両端で似たような発想をする人がその2人の大統領もしくはその政治家の,あの立ち位置とかイデオロギー的な信念というのは相当違うにもかかわらずその違うその2つの勢力が実はアメリカの国際社会における役割についてはおおむね同じようなあの方向を見ているっていう。 まあここにあえてその私はオバマとトランプのねこれあえてですオバマとトランプが違うというのは当然なわけですよね。違うところを挙げていけばそれはきりがないんだと思うんです。ただ一方でこういう共通性も見出せるんじゃないかというそれはまあここにはとりあえず5点挙げましたけども永続戦争と呼ばれるようなものを終わらせる無駄な介入はしないそれからとにかく何か起きたら介入しろというふうに提唱する外交安保エリートに対する不信感。オバマはこれをあのシリアで 痛感したわけですよねシリアはオバマ介入すると言いながら介入せずその時に外交安保エリートからもうソース感を食らったわけですけどもオバマはあの時自分は何もしなくて正しかったんだというふうに今でも信じてるわけですけどもそれはまさにハンマー持ってるからといってハンマーを振り下ろさなくていいんだという発想に近いそれからトランプ大統領の場合にはこのディープステートに対する不信感というのはまあよく指摘されるところですよね。それから 同盟国やパートナーに対してまあ負担をまあとにかく要求していくっていうこれもあのトランプ大統領に限られたことではなくてまあオバマ大統領もやっていたということですしそれからこういうその問題を回避するためにまあ問題国とも向き合ってしまうっていうオバマの場合にはキューバだったりイランだったりでトランプの場合にはまあ,あの 北朝鮮だったり、まあ、ちょっと北朝鮮の方は、まあ、うまくいってないですけども北朝鮮だったりロシアだったりということで面倒なことを、まあ、自分が会うことによって封印していくでその結果やっぱその対外的なコミットメントのこの量を減らしネーションビルディングアットホームもっと国内に取り組んでいくとこういうその,あの外交的な願意があるんじゃないのかなと。でこれが私は直接あのじゃあ あの短期的に日米同盟が駄目になるかとかそういうことを申し上げているわけではないんですがやっぱり我々はそのアメリカの対外的なコミットメントある種の,このアメリカの前傾姿勢の国際主義に大きくこの依存しながら日本というのはあのこの地域で正規する問題にこの向き合ってきたところがあるんでそれをその所要のものではできなくなるような状況がやっぱり少しずつアメリカで起きつつあるということは認識しておくべきなんだろうというふうに考えてます。ただ さらにそれに付け加えて言うとまあだからといって日本にとってアメリカに代わるそのプラン B といいますか他のオプションがすぐに見えてくるわけでもないんでトランプが再選されたからもうアメリカは信用できないとかサンダーズが出てきたからもうアメリカはこの地域から引き上げていくっていう結論にこの早急に飛びつくんではなくてそれでもやっぱり日本があのこの地域でやらなきゃいけないのはアメリカをこの地域に引き届け まらせることっていうんですかねで多分あの若干日本はそのアメリカとのこの絵の依存関係っていうことでいうと非対称なところもあるんでともするとこの卑屈になってしまいがちなところもあるんですが他方でアメリカにこのアジアにおいてアメリカに物を申せる国っていうのが他にどこがあるかっていうとそんなにあ,のあるわけではなくてやっぱりアメリカにこの地域にとどまってくれっていうふうにあのいいなおかつそれをある程度 あの聞いてくれるっていうのは日本以外にはないと思うんですよね。他の国がそれをやってもそれは聞かないと思うんです。ですから他の国からもあの日本はそのアメリカに対してとどまってくれっていうことを説得すること多分期待されてると思うんです。ですからもうダメだっていうそういう方にこの早急にこの結論付けないでそれでも あの粘り強くこの日米関係をあのもしくはそのアメリカのこの地域に対するコミットメントを維持させるようあの努力していくっていうのがまあ当面のあの日本の取るべき道なんではないのかなというのがえっと私のあの今日の話の結論ですとりあえず以上とさせていただきますどうもありがとうございましたはい、えー、ありがとうございました <laughs> 大変あの深い分析であの。 えー、我々の知らない話もたくさんしていただいてありがとうございます。本中山さんならではの、えー、アメリカ子孫の詳しい中山さんならではの分析だったと思います。えー、さあ、それでは質疑に移りたいと思うんですけどちょっと2つぐらい私の方からですね。1つはあのまあ、ソーシャルジャスティスがあってで、それをどう解決するかということがまあ。今のサンダースなりのこう。社会主義的な。 政治家に対する支持が集まっていいるということがあ、まあ、あの見方からを逆から見るとトランプ支持の人も、まあ、ソーシャルジャスティスがあるということを意識してで、えー、いわゆる既成政治家ではなくてやっぱりトランプという偏りの人にあの希望を託して投票したとでそれはまだ岩盤真相なるもので続いているということなんですけどこのおサンダースさんがの支持者と。 トランプの支持者が、まあ、ある意味一応、まあ、い,いずれにしても中道派というのが現状肯定派のステータス候補だとすると、えー、両脇で現状を破壊したい人たちがいるとでその際ですねその、まあ、あのこれまでのいろんな長い年月の積み重ねはいろいろあるんだと思うんですけども一点一つだけもし中山さんが挙げてこの問題だからこの人ソーシャルジャスティスをかあの不満を持っている人は ソーシャルジャスティスの実現を求めている人はトランプに行ってあるいはこの問題だからサンダースに行くんだというそのソーシャルジャスティス実現したい希望しているアメリカの不満層をトランプ派とサンダース派と分けるえものは何なんでしょうか、うん、まあ民主党っていうのは雑多な連合なんでこれ一つってなかなかピンポイントしにくいとは思うんですけどでもやっぱり一言で言うとやっぱり 格差なんななじゃないですかねでそれがやっぱりその教育の問題とかにも直接跳ね返っていきあの大学を卒業した時点でも巨大なその負債を抱えで必ずしもそのいい仕事に就けるかどうかということも保障されずであの、まあ、かつてはその何て言うの,その 社会的上昇への期待感っていうことを持ってその社会に出ていったわけですけどももうその初めからこの閉塞感でみたいなでその,あの根幹にはやっぱり格差とビッグビジネスに対する不信感でアメリカあのまあその資本主義国なんであのそのいわば企業活動っていうことは本来ならば高く評価されてしかるべきなんですが。 その一貫してこののビビッグビジネスに対する不信感といいうのは強いんですよねですからその地元に密着したこの自分で切り盛りするその中小企業みたいな活動に対しては非常に大きなリスペックトがあるんですがあのビッグビジネスに対する不信感は強くそれがさらにこの格差の問題で大きくなっていきでそれがそのサンダーズ的なその世界観を受け入れやすいようなそういうこの何て言うんですかねこのあの あの意識を作り出ししててるののかなっていう感じがサンダースの側ではしますでトランプの方はあのそういうこの,あのまあいくつかこの前の一般教書演説でもそうでしたけど政策的な成果をその上げていましたがあのそれよりもやっぱりそのアイデンティティの次元でやっぱりその自分が自分であることをその肯定しきりたいっていうそれは多分 その白人でこれは必ずしも貧困層とかそういう話ではなくてもうちょっとこの広いと思うんですけどやっぱアメリカ社会のあり方が大きく変わっていく中あの自分たちの居場所がなくなるというふうに考えている人たちが相当数いてでその,このあいわばこのアイデンティティの面におけるある種のジャスティスっていうんですか自分,で自分,である自分が自分であることをめぐる正義っていうんですかそれは例えばこのアフリカンアメリカンとか LGBT とか。 そういう人たちのアイデンティティははんか認められてるけどもそのわかりやすく言うと中西部に住むキリスト教徒の,あの中年白人男性が自分が自分であることを主張してなんでいけないんだっていうでトランプはそれでいいんだっていうわけですよね。であなたたちこそがアメリカの中核を支えてきたんだっていうことを言うわけですよね。ですからそれも、まあ ちょっとそれをソーシャルジャスティスというふうに言えるかどうかは分からないですけどもやっぱりそういう要求にトランプはあの確実に応えているっていうことが言えるんじゃないでしょうかでまさにこの前の一般教書演説で呼んだそのゲストとか並べた政策的な成果っていうのはまさにそういうこの,あの言説をこの補強していくようなあのメッセージだったのかなっていう気がしますね。 はいえー、とあとも,もう一つだけ、まあ、先ほど冒頭でも、あの中山さんのお話でも、今日はニューハンプシャーの日なんで、AP 通信の85%開票によりますと、<あ>えー、サンダースが25.8%、ああそれからブリジェッジが24.4%、を結構、まあ、詰めましたね、ましたねそれからクロブシャーが19.7と、ああそれも伸ばしましたね、ね伸ばしましたそれからあとウォーレンが9.4、ああバイデン8.4%。 何を語りますかまだまだ途中ですけどねいやだから、まあ、サンダーズが強いっていうのは、うん、あの分かってたことですけどもでも結構追い上げられて逃げきれなかったですよね、うんうん、でまあ先ほどあのお見せしたようにあのサンダーズを巡るこの雰囲気って非常にもう盛り上がっていて多分これはかなりもう最後の方までいくんだろうと思うんですよね。 サンダースの人たちって妥協して他の候補に流れるっていうのはそういうそうではないんでこれからどれだけ積み上げていけるかは分からないですけどこのまま最後までいくっていう。でブティジャッジはやっぱりその誰をである意味クローバーちゃんもそうだと思うんですけどこの2人が伸びてるっていうのは民主党が活性化しているあの兆候というよりかはむしろやっぱり迷ってる兆候なんだろうと思うんですよね。バイデンでいいけけるとと思っっったけどもちょっと無理かななてううような雰囲気 っていうんでしょうか。多分それが今党内であって、まあただこれからそのネバナとサウスカロライナに行って一応バイデンが強いとされてるあの州に行きますが、でもこうやってえっとそのアイワとニューハンプシャーで両方で4位なわけですよね。ここから盛り返すっていうのは相当きつい。で、バイデンニューハンプシャー5位。あ,あ、5位5位です。あ,あ、そのクォーチャがやりましたからね。あの相当きついんで、やっぱりちょっとこのマクロの話でいうと。 1>, えっと1年ぐらい前民主党の人たちと話すと結構今回はまさかもう負けるはずがないっていう2016年は負けちゃったけど2020年負けるはずがないからまあ日本人である私なんかにはちょっとそのトランプシフトをやりすぎないように考えた方がいいよみたいなことを高みから若干言うわけですよね民主党の人たちは。でも最近はもうそういう感じじゃなくなってるわけですよ。それは短期的に今混乱してるっていうことよりかはもうちょっと大きなこの構造的な意味合いがあって。 1>, で1年前に彼らが自信があったのは2008年2012年のことを振り返りあの時はそのオバマが雑多な民主党をまとめ上げて若者とか女性とか黒人票とか、まあ、場合によっては穏健なあの民主党員もオバマに対してはそんなにこの危機感抱かなかったですから一緒にこの乗っかってきたわけですけどもそうやってこの民主党一1つにまとめるオバマ・コアリションというのを作れたわけですよね。ですからその その民主党のその支持基盤を一つにまとめられさえすれば民主党はもう怖いものはないっていうでオバマが2回それやったんだからもう一回やればいいんだっていうで2016年はちょっとクリントンっていうあんまりその言葉ですけど球があんまり良くなかったんでそれができなかったけど2020年はそれできるんだっていうふうにみんな思ってたわけですが今目の前で起きてることをその民主党員の人たちは見ながら。 あの2018年と2012年のオバマコアリッションというのはもしかするとオバマに固有の現象だったかもしれないで誰もまとめ上げられないとするとある種この白人層を一つに固めてえまさにこの徹底的な自陣営固めで選挙に臨むあのトランプ的な手法っていうのが実はもしかすると当面は相当有効かもしれないっていう状況に。 なんとなく民主党の人たちは今傷つき、傷つきつつあるっていうことなのかなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。さそれじゃあ、大内さん。読売新聞の大内です。先生、対局的なお話どうもありがとうございました。あのビッグピクチャーの後に、杉田さんの二番目の質問に続く。 今のの状況の質問をさせていいただければと思いますあの民主党の予備選段階は別にして本選になって対トランプというふうになった場合先生あの両コーストだけじゃなくて真ん中のアメリカもよくご存知なんですけれども一番勝てそうな候補は誰というふうにご覧になっていますかいや多分それが民主党の人たちも分かんなくて今こうやって割れちゃってるんだろうと思うんですよね。ですから ちょっと前までは私もバイデンだと思っててでバイデンって弱いしょぼいんですけどもあの安定したトップランナーっていうでそれはまあバイデンだったら勝てるっていうふうに多くの人が思ってたからなんだろうとまあ今でもナショナルポールを見ると一応まだ形式的にはバイデンがトップなんだろうと思いますがただやっぱりそのバイデンで本当にいいのかっていう不安がますます高まってる状況の中 あのブティジェッジが出てきてでブティジェッジは確かにあの新しくてでも政策的には比較的穏健であのこの人にその希望を託してみようかみたいな今雰囲気が高まってると思うんですけども彼がそのはっきりとしたトップに躍り出るようなことになると当然最高司令官としての不安みたいな声がやっぱり出てくると思うんですよね。でそこでまあ 今回、まあ多分この後クローバシャーが伸ばしていくのが難しいような気もするんですが、まあ、でも今回それなりに頑張りじゃあそのクローバシャーかっていう話になるんだろうと思いますが彼女はそのあの、まあ、さっきもちょっとなんかここに来る直前にツイートしたんですけどあの履歴書上はなんかばっちりなんですよねあの中道温健派でそれであの中西部出身で。 多分女性っていうのはあの民主党の中でその支持基盤を固めるにあたって非常に重要だと思うんですけどもあのウォーレンを支持してたような人も多分乗り換えられる可能性があるんで,で我々ちょっとイデオロギーばっかりで人の投票行動見,ち見がちですけどそうじゃない理由で動く人もたくさんいると思うんですよね。あのバイデンからサンダースに乗り換えたりとかその逆もとか。 でそやっぱ女性というのもそういう意味で非常に重要なんで多分ウォーレンを支持していた人があのクオーバー社に乗り換えられるなんていうことも可能ですからこれ履歴書上は中西部穏健女性というのはプラスだと思うんですがただやっぱりこの大統領選挙というのはこれ履歴書選考じゃないんであ,のある種の章ですよねこれはもう大統領選挙というのは。でその中で入るかトランプとやって勝てるかっていうことを考えると。 あのクローバシャンもきつい,っていう感じがするじゃあこの2人のこでバイデンが失速しブティジェジ厳しくクローバシャンも伸びないとするとまあブルームバーグかっていう話になっていくわけですけどもまあ党内ではそういう声はなくはないですよね。こういう数字があってこれは党内のエンドースメントの数なんですけどエンドースメントですがこれはあの上院議員とかあの知事とかそういう比較的重要な あのあの党の要職というかその党においてこの何らかの役割りを果たしている人たちがどれだけ各候補を援助スしているかということなんです、まあまあ当然といえば当然なんですがあのバイデンが一番多くで次かなり下があってウォーレンなんですがその次にブルンバーグがもう来てるんですよね。ですからブルンバーグに対するこの期待感というのはなくはないんだろうと思いますニューヨークでの,この行政手腕というのはそれなりに試されてますし、まあ、ただ そのサンダーズ的なその格差を問題視しているその勢力が民主党の中にこの格好として存在しあのなおかつなんでブルームバーグがここまで伸びてるからっていうともうとにかく資材を投入してテレビコマーシャルを打ちまくりそしてここまで支持率を上げてるっていう状況ですからじゃそのバイデンを民主党が全体あ,あっとバイデンじゃないブルームバーグを民主党がその問題なくこの受容することができるかっていうとかなりきついっていう。 ですからこのまま割れた状態でえーまあスーパーティーズでちょっとどうなるかというのを見ないと何とも言えないですけども行く可能性というのが今なくはないんで民主党の人たちは相当、そのやっぱり今の状況を危険視しているということなんじゃないですかねだからお答えられないということを説明してたわけですけどやっぱ民主党の中でも誰が。 あのあの誰を出せばトランプに勝てるのかということがよく分からないということなんだと思うんですで、この前の一般教書演説私見てある意味あの感激じゃないですけどもあのびっくりしたんですけど一般教書演説ってもう見たもう次の日ぐらいにはほとんど全く忘れてるじゃないですかあので唯一覚えてるのはあのブッシュの,あの悪の数軸演説ぐらいでただ今回のトランプのあの一般教書演説ってのは忘れないですよね あのそれぐらいこのある種のショーとして完成していてでトランプっていう人はやっぱトランプ大統領を演じるっていうことにおいて確実に進化してるなっていう感じがあの一般教書演説を見てしましたね。で先ほど申し上げましたけどもペロー氏がまあペロー氏の内面に入り込んだわけじゃないんで推測に過ぎないですけども。 あそこでこのまあ原稿の草稿を破くってある種まあ暴挙に出たのはもうそういうまあアイオワでなんか選挙がうまくいってないっていうこととトランプが目の前でこう進化してるっていうことを見たい苛立ちなんじゃないのかなっていう気がしてならないですね。はいいじ、えー、じゃあ他にあじゃああにどうぞ、はい、お願いしますす、えー、個人会員の川北です あの今ですね、ブルームバーグがその有力候補になるかもしれないっていうようなことをおっしゃいましたよね、でこのことについてちょっとお聞きしたいんですけどね、ブルームバーグはそもそもあの共和党からニューヨーク市長やってたわけですよね、それから前回の選挙のときも、結局は出なかったけれども、共和党の予備選に出ることを検討していたわけですよね、つまり共和党の人が今度、民主党から出るということは、ですね例えばこの資格審査とか、 どういうふうになってるんですかまあでもそんなこと言ったらサンダース民主党員でもないですから、うん、でトランプも元民主党員ですしその辺はもうあのガチャガチャですよね、まあ、今実際にどういう政策を訴えていてそれが民主党が今追求していることとどれだけこのうまくかみ合うのかっていうところから言うと多分ブルームバーグはまあでも所詮ニューヨークの共和党ですから。 あのまあ、場合によってはテキサスの民主党員よりもリベラルかもしれないですしその辺は一応相対的でそれ自身は私はそんなに大きな問題にはならないですよねむしろそれだったらやっぱりこの,あのサンダーズの民主党に属してないのに民主党の大統領候補になる方が変じゃないかっていう話になってくんであのそこは大きな問題になるような気はしませんもちろん言う人はいると思いますよグルンバーウというのは行ったり来たりしてるじゃないかとかっていう。 でもそこは多分本質的な問題ではないような気がしますねはいえー、他にいかがですかあはいどうぞ、はい、個人会員の高成田といいます 2極分解をしているというのは非常によく分かるんですけれども、そのインディペンデントをどんなふうに評価されているかということを伺いたいんですが、依然としてその自己認識としての,そのインディペンデントという方がたくさんおられると、でそのス,スイングボーターといわれているでも、でもそれはもう実際には、日本語的に言うと民主党審判であったり、共和党審判に分かれている。 そうなんだけどもそれなんかシンパどっちかに寄ってるって言いたくないからインディペンデントと答えてるのかなその辺りそのインディペンデントに対する評価を教えてくだださいだからあのちょっと繰り返しになってしまうかもしれないですけどやっぱり今その少なくともその調査をした時点でインディペンデントと答える人があれだけ多いっていうのはやっぱ二大政党制に対するやっぱりある種の不信感みたいなものが固まりあの高まっている。 といいいうう状況をその示しているんだろうと思いますただ現実的にこの投票する段になるとやっぱりそのある特定の人が施行するこの政策的な束みたいなものっていうのはあのこのまあもちろんあの本当にこのスイングするウォーターもいると思うんですけどもあの40%のうちの,あの相当数がもうそれこそ審判としてほとんどどちらに投票するか決まってるっていう状況なんで。 あのあの40っていう数字をあんまりこの大きく評価しすぎといけないというような感じはします。ただ他方であの、まあ、これは思考実験的な側面が多いと思うんですけどもやっぱり今の,あの状況をこの打破するためにはある種の,この力を持ったその真ん中を軸にした第三政党がこの生まれてこない限り。 今のこの閉塞した状況を打破することはできないというのは議論が少なくともその何ですかね思考実験的にはいろんなところで言われてますしまああの最近もあのそ,れそういうことを議論する本が結構出版されて話題になったりしてるんですけど現実的にじゃあそのアメリカがあの多数ともしくはその本格的な第三政党があの台頭するような状況になるかというとこれは考えにくいと思うんですよね。一方で あのトランプもサンダースもあの党内第三政党的なところがあってでまあサンダースはそもそもまあ先ほど申し上げたように民主党員でもないわけですけどもあの今のこの二大政党制っていう枠組みがまあその内側からもこの大きな挑戦を受けているってでそれがトランプでありサンダースであるというような見方も多分できるのかなっていう感じがしますね。 はい、えほ、ー、かにいかがですかあのちょっとあの 今日の中山さんのお話の中でやっぱり気になる言葉はこの一つアメリカは理念の国ではないとアメリカのアイディアというのとやっぱりそれを具体的に表しているのがナショナルコンサバティズムということが、まあ、現象として表れているということで,でこれはあのアメリカは理念の国ではないっていうのは、まあ、言うならば えーまあ、いわゆるアメリカ革命以来のこう一つの壮大なる実験的なものが崩れていくということで,、えー、で要するに普通の国、まあ、普通の巨大な国みたいな,な、ね、普通の巨大な国になっていくということで、うんえー、一方そういうアメリカと別にこうグローバルに覆うアメリカ的理念のもとによっていろんな作られたあいわゆるソフトな部分というか、まあ、あシステムというかそういうものが ずっと覆っているというわけですよね。で このいわゆるナショナルコンサバティズムみたいなものがどん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 強まっていくとそうするとそのアメリカが世界に覆っているそういった,覆うことに成功した世界を覆うことに成功したそういう制度的なアイディアというか理念というかこれはどういうふうになっていくとお考えですかつまりこれもどんどん崩れていってつまり基本的にはアメリカ的な精神みたいなものが地球からどんどん減っていくと。 いいう,ふうな決になっていくんですかそれはいわゆるあれですよねそのリベラルインターナショナルオーダーと、ねうん、い,いうのは塊としてどっかに存在するわけではなく多分それはパリ協定であるとかまあ多分 TPP もその一端であったりとかまあ不拡散ということで完璧なソリューションではなかったにせよまあイランとの,あの核合意とか。 そういういものが積み重なる形でおそらくリベラルまあそこに同盟とか当然いろんなものが積み重なるでそういう観点から言うとやっぱりトランプ大統領がやってるのはまあアメリカはそういうその抽象的な価値とかを支えるために外に出てくるんではなくてやっぱり実益アメリカにとっての脅威っていうことを軸にでもちろんこれまでもそういう要素はあったわけですけどもやっぱりプラスアルファの部分っていうのおそらくアメリカはあったわけですね。そこにこの逆に逆アメリカの国益をこの増進させるような そういうい仕掛けけけを見てたわけですけどもトラ,ンプ大トランプ政権になってからはそういうことに対する取り組みがあのかなりこの、まあ、緩くなっていくっていいますかでその結果としてやっぱり果たして今その我々がその享受しているこの予測可能性の高い自由で開かれたそして法に基づいた国際秩序っていうのがこれは自制的に誰,誰も支えなくてそのまま存在するっていうものじゃないですからアメリカなしでも。 あの存在し得るんだろうかとでまあ日本なんかはそのアジア太平洋地域でまあ例えば TPP を蘇生させたりですとかあのいろんな形でそういうその秩序をまあアメリカの代わりとは言いませんけども日本ができる範囲内でそういうのを担おうとしさらにそういうこの仲間を募ろうとしているわけですけれどもまあその4年間は広げたと。 これが8年もしくはさらに続くとなるとどうなるんだろうかっていうその話になってくるんだろうと思うんですよね。で当然日本はあの同盟にその依存している割合が高いわけですけどもでもある意味同盟以上にこういう予測可能性の高いこの安定した国際秩序みたいなものに相当大きく依存してきたんだろうと思うんですよね。それれが崩れた時 もしくはその恣意的な力によって物事が決まるような空間になった時にあのどうその対処できるのかっていうことは多分日本はこれまであんまり考えてこなかったんでそういう状況について考えなきゃいけないようなそういうこの何て言うかねこの国際環境っていうのが出来上がってくるかもしれないっていうことを多分示唆してるんだろうと思うんですよね。うん ただ先ほど申し上げたように早急に結論づけることっていうのも危険だろうと思うんですけどただこういうまあこれナショナルコンサーバティズムの会議のツイッターですけどもこういうこの動きがあるっていうことは多分その今まで以上に我々がそのきめ細かくアメリカで何が起きてるかっていうことをあの見ていかなきゃいけないのかなっていう感じがしますね。はいいじゃあ後ろ どうもあの今日はありがとうございました沖縄の琉球新聞の滝本と申しますが、えー、今、まあ、その外交的なあお話の中でですね、まあ、非介入のお話も出てくる中で、まあ、その大統領が誰になっても、まあ、沖縄の基地問題というのはあの大きく変わらないのかなというような、まあ、ちょっと悲観的な見方も我々としてはあるんですけれどもあ,の、まあこの大統領選と、まあ、その米軍基地沖縄の特にまあ沖縄の米軍基地のまあ行方を中村、まあ、先生、どのようにお考え なられますでしょうかままああの米軍基地そのものが選挙の争点になってるっていうことは,そはないのかもしれないですが一つこの非介入主義ということを考えるにあたってその注意しなきゃいけないのはその非介入主義の機運が高まる中でじゃあどっから具体的にこのこの何うんですかねこの引き上げようかっていうこれ地域で見ますとやっぱ中東なんですね圧倒的に。 でその非介入主義的な議論をする人もじゃあアジアからすぐにこの,あのアメリカ引き上げていいのかっていうそういう議論をする人はいなくてでむしろその中東でこのいわば解,きれたいうか解放された力が、まあ、アジアに振り向けられるなんていうことを言う人もいるわけですよね。ですから、まあ、そういう意味でその非介入主義っていうのがこの全地球的に当てはまるのか。 地域に当ててててはははまるののかかっいいいうのはこれは多分区別しななきゃいけなくて私は後者の,のような気がしていてでそういう意味ではそのアジアにおいてはやはりこの中国とのある種の,このコンペティションがありそれに向けてえそのアメリカは仲間が必要でじゃあその仲間の候補をざっと見てった時にどこと組むのが一番まあもちろん一国と組むんじゃなくていろんな国と組むわけですけども。 どことやるのが一番いいのかっていうふうに考えるとこれは多分どの政権も多分まあ日本なんだろうなっていうふうに思うと思うんですよね。でそういう観点から言うとあの日米同盟が本格的に揺らぐとするとそれはまあもう本当にアメリカの,あの国際的なコミットメントがあの大きく後退する時なんだろうと思うんで多分そこにすぐ来るっていう話を私はしてるんじゃないと思うんですね。 個別の局面で何かがアメリカが判断をするときに、あのそのフれ幅が若干大きくなるということを想定しなきゃいけない。で、そのときにいちいちこの過剰反応していくと、逆にこれなんか自己充足的な予言になっていって、日本にとって危険な状況をまあなんか見つけだ。私はトランプ現象の罠っていうのはなんか日日日本自身が過剰反応することだと思ってるんですけど、そういう意味では日本はある意味淡々とやっていくしかない,っていうんですかね。 いうようよな感じがしてますでそういう観点から言うと、まああのまあ、その沖縄の個別の基地の問題に対するこの答えにはなりませんがやはりその米,軍を米軍が日本をそのベストパートナーとして、えー、見る時にやっぱり非常に重要なのはあの日,本とその、まあ、日本はその本格的なその反米運動みたいなものが あのまあ過去70年60年ぐらいですかねあのまあ少なくともえっと60年経ってないから70年代前半ぐらいから個別の,その基地の,あの問題があってそれ自身は非常に深刻なわけですけど大きなこの同盟に挑戦するようなそういうその社会的な動きは出てきてないんでやっぱりあのただ一方でその基地を巡る状況っていうのはともすると同盟をこの脆弱な状況に追い込む必要があるんで。 その意味ではその日本におけるその基地の問題をまああのいち早くその双方にとっていい形でえまああの解決していく方向で持っていく必要はあるのかなというのは多分、これは双方が思っていることなんだろうと思うんですね。ここの部分は多分大統領が誰になったかといって具体的に変わってくるものじゃないというのは気がします、はい、あじゃあ、え子、はい、田さん、ね、お願いします。はい NHK の解説委員で、先ほどあの、民主党の支持に向かうソーシャルジャスティスイシューとして格差の問題を挙げられましたけれども、あの一つはあの、まあ、経済的な格差で、今のサンダースを支持するような若い学生たち、借金付けになっているような問題があって、もう一つ、格差というと、あの伝統的にあのマイノリティの問題もあると思うんですけれども、今あの、の ミレニアル世代というのが、まあ、あのサンダースの真相になっていてで、まあ、2000年以降生まれの人はこれからだんだんこう人口動態としてはまあ増えていくということになりますしあとマイノリティもですねあの徐々にこう増えていくという状況が続いていますが、まあ、そう考えるとその民主党の潜在的な支持者というのはあの、まあ、共和党用に比べてこうあの増えていく可能性があるというふうに思うんですが。 あの今年はその先ほどの話でなんともこう球がいないというようなことでまああのトランプも圧倒的なパフォーマンスということでえ勝てないということなんですけどこれは家庭のまあ話で例えば今年では本当にあの先ほどもオバマさんだけの減少だったという話ありましたがあのまあ球が出てくれば民主党というのはまだまだ勝てる政党なのかあるいはそのあまりにもこう取り留めのない政党になってしまったのでなんか別の 手立てがないとその先ほどおっしゃったような各社のソーシャルジャスティスに対して対応できるようなその政治体制っていうのが生まれてこないのかその辺はどういうふうに考えていらっしゃいますでしょ。今のご質問に対する答えっていうのは結局やっぱりオバマ・コアリッションというのは オバマに固有のものなのもなかそれとも誰か他の人でもその再現できるのかっていうあのことだと思うんですけどもトランプの再選を阻止するっていう大きな目的がありながらもこのコアリッションが作れないっていうことになるとあのやっぱりこの民主党の中におけるこのある種のこのイデオロギー的な多様性といえば聞こえはいいですけどもある種の分裂っていうんですかね。 これは多分相当大きいですしそれから場合によってはオバマがまとめ上げた時よりもそのこの党内におけるこの分裂っていうのは大きくなってるのかもしれないですよねつまりあの一方では社会主義っていう言葉をもうポジティブなものとして許容できる層っていうのがあれだけ増えてるわけですからで民主党の中にもそこまではいけないっていう人もいると思いますしですから。 あのやっぱりオバマ・コアリッションのある,そのある種の,この予定調和的なこの達成みたいなことになんとなくあの民主党は依存してきてでなんかそれさえ再現できれば大丈夫だっていう感じがこれまで強かったんだと思うんですけどもですから2016年も負けるはずはないっていう感じで2020年も負けるはずはないっていうでも果たして今の分別を本当にこのなんか埋めて一つにするような候補っていうのが必要なのかどうかっていうのは。 これはかなりの部分やっぱりその,あの,その人に依存する部分なんでそういう人が出てくるか出てこないのかっていうのは,これは何とも言えないですよねただあのこれはもう全くその,あの証明することはできないんですけどもしバイデンが出てなかったらあの結構早々と消えてった候補がいるじゃないですかあの、まあ、小売物価もそうですしで結構悪くない あの候補だったと思うんですよねでなんかバイデンが出てきたこ,まあこれもちょっと後知恵なんであの当時からそう言っていたわけではないんでそんなに自信を持ってはいないんですけどバイデンが出てきたことで潜在的にもっと可能性がある候補を実質的になんか潰していってしまったのかなっていうような感じがしなくもなくあのなんか他にもまだ残って 戦っていいいいた人がいいんじゃな,いかなまあでもそうするとまた数が増えちゃうんで誰を選ぶか,分からないよくわからないっていうこのジレンマに陥っちゃうと思うんですけどですからまあオバマも言ってみれば2004年に彗星のごとく出てきてでその3年後にはもう大統領選にすばしてるわけですよね。ですからあれも誰かが仕込んだわけではなくてある種このまあ偶然と言うと変ですけども偶あ,のある種のこの偶然で出てきたわけですけどまあそういう人が出てくるか出てこないかっていうのはこれはわかんないですよね。 ただそういうなんか救世主を模索するようなこの状況に陥っていけば陥っていくほどまあなんか民主党はあの厳しいのかでここにこの「エマージング・デモクラティック・マジョリティ」って本がありますがこれ2002年に出た本でこれまさにカール・ローブとかが「パーマネント・リパブリカン・マジョリティ」って言葉を使ってもうこれからは共和党の時代なんだっていうことを言ってた時代なわけですよね。そのの時にこのジュディスト・テシーラって人は あの台頭しつつある民主党多数派っていう本を出していやいや人口動態的に見ればもう民主党絶対大丈夫なんだっていうことを言ってたんですよ。ただその人口動態っていうのはまあ何回も繰り返しお話しているとおり非常に雑多な人口動態なんでまとめ上げられる人がいなきゃいけないっていうでそれがあのやっぱり今回いないでそういう人は作り出せるもんでもないしあのやっぱりそのことの限界性っていうのは非常に強く見えてきて。トランプは ある種その白人ということできれいにやったわけですよねですからそんなにまとめ上げるのがやっぱりシングルアイデンティティのグループもちろん白人ってもいろんなその利益関心持ってる人もいますから白人っていうのをこのなんかその旗を振っただけで誰もがついてくるなんてそんな簡単な話じゃないですけどもそれはそれできめ細かくある種のコアリッションを作ってるわけですがでもやっぱり民主党に比べるとあのまとめやすいっていう。で民主党が分裂している限りにおいてはその,あのコアリッションで共和党の方のコアリッションで勝てちゃうっていう。 ある種モデルが今回できたんで、あのトランプ政権そのものは、私は繰り返し、あの冒頭でも申し上げましたけども、トランプ政権そのものは盤弱で強いとは決して言えないと思うんですね。むしろ再選を狙う大統領としては弱いと言ってもいいと思うんですけど、でも選挙ってのは常に相手がいるもんなんで、相手がこういう状態だと、やっぱり相当厳しいのかなで、楽観はできないのかなという感じがしますね。 はい、えー、ありがとうございました、だいぶ時間オーバーいたしましたけれどもお、この辺で終わりたいと思います。えっと、最後にですね、えー、先ほど控室で、えー、というか、食事をしながら中山さんに、えー、記号をしていただいたのは、プラン,プラン B と、クエスチョンマーク、ククエッションマークプラン B、クエスチョンマークと、これはどういう結局、やっぱり日本というのは、まあその、この地域の国際情勢を考えると、 やっぱそのアメリカ以外にはないということを前提にしてやってきてあのそのプラン B 同盟以外の何かということについては考えないというある種のコンセンサスがありで多分、そういうある種この諦めとリアリズムって私紙一重だと思うんですけどもそういうリアリズムっていうのが国民レベルまでに浸透している国なんだろうと思うんですよね。でですからまあトランプ政権ができても 国民のトランプに対する評価は決して高くはありませんが、でもそれとうまくやるしかないっていう、そういうある種のリアリズムがあるんだろうと思うんです。で、私、それと正しいと思いますし、あの日本にとって今すぐにこの日米同盟以外のオルタナティブなんて絶対ないと思うんですけど、ただこれまでそれを全く考えないようにしてきたわけですけど、まあちょっと向こう側をなんか覗いてみなきゃいけないのか、どういう世界になりうるんだろう。 そうしたときにそらくあの常識的に考えると回帰するのはやっぱりそれでもあの同盟しかないっていう部分なんだろうと思うんですね。ですからなんで日本がアメリカを選択したかということをこのきちんと言語化してもう一度このアメリカを再選択するっていうこの意識的なプロセスをやらなければいけないのかなっていうことと同時にやっぱりそれでも本当に大丈夫なんだろうかっていう。 その底明かとない不安って言うんでしょうか、まあ、底明かっないっていうよりも、もうちょっと強いかもしれないですけど。うん、いうの、あの、言いたく、なんかプラン B.、うん、クエッションマークっていうのにしました。はい、えー、ありがとうございました。えー、じゃあ、あの、だいぶ時間を応募したんで、これで終わりたいと思います。じゃ、最後にですね、日本記者クラブの方から、あの、これはボールペンですね。これをお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。あ,あ,ありがとうございました。